はいどうも皆さんこんにちは、夏の春です。今回は皆さんが気になっているエイムについて話していこうと思います。今回の内容は僕の感度紹介とミラーリング、最後にプレデターが意識していることを話していきます。前提として訓練場でダミーをワンマができるぐらいの力は欲しいんですが、今回皆さんに紹介するミラーリングについてしっかり覚えていってもらったらワンマ側反対になります。今エイムに対して悩みがある方、上手くなりたい方はぜひこの動画を最後まで見ていってください。それじゃあやっていこう。はい、まずは感度紹介からいきます。僕の感度はプロも愛用している41リニアでやっています。なぜここまで使われるかというと、 ADS 覗いた時の感度をいじれるからです。43リニアを使った時に思ったことがあって、どうしても ADS をすると敵が追えなくなったり追いつかなかったりする時が多かった印象でした。しかし41リニアを使ったところ、今まで追えなかった敵が追えたり自分が思う感度に合わせることができるので、違和感なくプレイすることができます。今プロの感度を真似するのはとてもいいことだと思うので、だんだん自分で改良を重ねて理想の感度に近づけていってください。では次いきます。次はミラーリングです。ミラーリングはどんだけリコイルが下手でもワンマができる可能性があります。実際に練習風景を交えながら説明していきたいと思います。では動画を見てください。練習風景はこんな感じです。今回は僕は友達がいないのでダミー君と一緒に練習をしていきます。あと普段はパッドを使ってるんですが、今はキーマを使っています。なんでキーマを使ってるかっていうと、パッドだとエイムアシストがあってミラーリングがなくてもワンマができるんじゃないって思う方もいると思ったのでキーマでやっています。実際にキーマだとワンマがするのとっても難しいです。でもミラーリングという技術を使うだけで簡単とまではいかないんですが、ワンマがをするワンマができる可能性ができます。まずミラーリングが何なのかっていうと、簡単に言えば相手と全く同じ動きをすることをミラーリングと言います。今回は動画で撮れなかったんですが、この練習をしたことで相手に弾が当たれるようになりました。安定感が上がります。僕はダイヤやマスターの頃、毎日このミラーリングの練習をしていました。この練習で意識してほしいのは、僕の場合、この相方ダミーくんの中心をずっと捉えることを意識しています。友達がいるみんなは、友達と 1V4 の練習をして、より実戦に近い状態で練習できるといいと思います。ここら辺で、ミラーリングのお話は終わりです。最後に行く前に、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんな動画が見たいよーっていうコメントも待ってます。それではラストに移ります。ラストは、プレデターが意識していること。プレデターがエイム中意識していることといったら、僕の場合なんですけど、僕は近距離だと、ただ敵を倒すことにしか集中していません。逆に、自分は打ち合いが弱いから、頑張って立ち回って、こうしてああしてって考えてると、いつの間にかやられてたり、強気に立ち回れるプレイができなくなっちゃうのもデメリットの一つなので、まずとにかく敵を倒すことを意識して、敵より自分の方が強いんだぞっていう気持ちを持つのが大事だと思います。エイムで意識していること、中距離遠距離はとにかくリコイルだけ意識しています。リコイルパターンを意識することで、まあ、少しでも、まあ、無反動というかね、まっすぐ飛ぶように意識しながら打ってます。当たり前かな。多分、ここら辺は別に考えてることは同じなんじゃないかな。エイム中意識しちゃうことといえば、とにかく敵に当てることと、リコールぐらいなので、まあ、それとあと気持ちの持ちようかな。一番は多分、プレデターの人って、あ、絶対負けるなって思いながら打ち合ってないのよ。初めから。だから気持ちの持ちようも結構あるかもしれない。俺は絶対負けねえんだ。こいつよりうめえんだ。このパーティーよりうめえんだ。この街で一番うめえんだっていうメンタルの強さもやっぱプレデターの人はあるかもね。はい、今日の動画はここまでですと。皆さん今回はどうでしたでしょうか。初めての、感度紹介動画ということで、エイムはすぐ身につくものじゃないので地道に努力してつけていきましょう。もしこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れー。バイバーイ。